はい、3、2、1。夏っぽくて可愛いなって思ってサンバイザーと色合い合わせてみました。可愛い。可愛い。やっぱゴルフ場で赤入るかなと思ったので赤で、白が好きなので白で合わせてみました。この緑のフラミンゴが絶対着たかったので夏っぽくて、それに合うトップスをなんか小田急でめっちゃ1時間くらい試着してこれに決めました。今日はポロシャツが赤なのでそれに合わせて靴とカバンと全部赤系で揃えました。
今日 の, あのコーディネートのポイントは青を基調にしてて、結構どのウェアにも青が入ってます。でソックスも青にしてます。で全部一応純白ですね。フラミンゴです。今日は、まあ、ネイビーとグレーで2カラーでワンポイントに赤をちょっと入れた感じで、まあ、シックな大人のコーディネートをっていう感じでまとめてみました。ポイントはポルシャツとパンツの違いで合わせてます。あとそう赤と緑にしました。明るい色で来ました。夏っぽく明るい青で来ました。はい、爽やかになるようにピンクと白でコーディネートしてみました。今日はロッククラブさんはリゾートコースっていうことで思い切ってノースリーブにしてみました。でグリーンが好きなので今日で揃えてみました。とても涼しくて快適です。ジュン&ロペのフラミンゴのマークがあるんですけど、ちょっと服装でそれを取り入れられなかったのでピアスでフラミンゴ取り入れました。今日は初めてのノースリーブに挑戦してみました。今日は4人でリンクコーデで合わせてきました。上はジュンロペのポロシャツを色違いにして、下はココロちゃんプロデュースのリンゴの柄のスカートにしてみました。ロペクラブは帰
開場は1990年です。まずお客様が到着する長屋門というところがあります。そこは和風です。それはなぜ和風にしたかというと、日本人のおもてなしの心、それを大切にするために和風、あえて和風で、宿泊棟が洋風です。これは、やっぱり快適さの方は洋風という形のものになっております。あと男性も女性も温泉の方は源泉かけ流しとなっております。コースの12番ホールの横から、掘り出しておりまして、1500メートルの地下から出ております。こちらは露天風呂からお湯があふれるぐらいに出ておりまして、冬でも冷たいところは歩かないで、露天風呂まで入れるように多めにお湯を出しております。プレーが終わりましたらシューズのクリーニングサービス、これは男女ともにやっております。気軽に係の者にお預けください。靴がピカピカになります。ぜひお越しください。お待ちしております。